日本鹿児島県鹿児島市群岡群岡は、鹿児島県鹿児島市の町庭。旧鹿児島郡吉田町群岡1丁目、群岡2丁目、群岡3丁目。郵便番号は891-1306。人口は2725人、世帯数は1305世帯。群岡1丁目から群岡3丁目まであり、群岡1丁目から群岡3丁目までの全域で、 住居表示を実施している。群れ丘は三井農林によって群れ家丘団地として造成された住宅団地の区域である。鹿児島市の北部稲荷川上流域に位置している。町域の東西南北すべてを宮之浦町に接している。町域全体が丘陵上に群れ家丘団地として開発された新興住宅地である。町域の北端に 鹿児島市立群岡小学校が所在している。三井農林が1977年5月24日に群れ家岡団地として、吉田町大技宮の浦地内の545,300平方メートルの造成に着手し、1980年3月31日に、竣工した。1985年には、吉田町立群岡小学校が団地内に開校した。 1991年5月7日に、吉田町大綱宮の浦より分割され、鹿児島郡吉田町の町長、群れ岡1丁目、群れ岡2丁目、群れ岡3丁目として設置された。また、同時に、全域で、住居表示が実施された。1996年4月1日に、群れ岡団地の公園や上下水道が、吉田町に移管され、移管町認式が、 吉田町役場で挙行された。また、1998年11月1日から、吉田町役場は、旧三井事務所に設置した、群れ岡連絡所に住民票の写しと、印鑑登録証明書を発行する、自動交付機を設置した。2004年11月1日に、吉田町が、鹿児島郡桜島町、伊吹郡木入町、 日置郡郡山町及び松本町と共に鹿児島市に編入された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会である鹿児島地区合併協議会の合併協定項目において鹿児島市の区域内の町及び吉田町の区域内の町の区域及び名称は現行通りとする。と協定されたことにより、 それまでの鹿児島郡吉田町の町日野と出会った、群れ岡一丁目、群れ岡二丁目、群れ岡三丁目については、名称変更が行われることなく、鹿児島市の町長、群れ岡一丁目、群れ岡二丁目、群れ岡三丁目となった。群れ岡の人口の変遷を以下に示す1990年のデータは、吉田町郷土市より、1995年以降のデータは、 国勢調査による小地域集計の人口の推移である。吉田群岡間郵便局私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。